今、ウクライナとロシアがめっちゃ揉めてますっていうので、そうするとアメリカも巻き込まれる可能性があるんですよね。ただ、ヨーロッパって今、ロシアのガスがないと成立しないんですよね。日本の人ってまあ、日本って平和で戦争なんて起きないよねっていうふうに当たり前に思っちゃってると思うんですけど、まあ、今、ウクライナとロシアがめっちゃ揉めてますっていうので、で、割と、ガチでやるんじゃねえっていうので、そのアメリカの株式市場とかって下がってたりするんですよね。ロシアとウクライナの戦争なんですけど、一応そのウクライナが NATO というそのヨーロッパの軍事同盟みたいなやつに入りたいって言ってて、でそれにアメリカも加入してるので、もしそのウクライナとロシアが戦うことになったら、じゃあ NATO としても一応それ参加しなきゃいけないかもしれないよねみたいな話があって、そうするとアメリカも巻き込まれる可能性があるんですよね。一応ウクライナはその NATO の加盟国ではないんですけど、 NATO入りたいよって言ってる状態で、入るための手続きっていうのをちょっと進めてる段階なんですよ。中国はともかくロシアは何度も痛い目にあったくせに、未だに他国への侵攻だっていうことを考えるとなぜでしょうか。痛い目にあってないからですね。クリミア半島を取って経済制裁を受けたんですけど、結局ロシアとしては何の問題もなく暮らせていて、でプーチン大統領はロシアの中でやっぱり支持率高いんですよね。なので経済制裁があろうが支持率高いということは、別にバンバン攻めてっていいよねっていうので、もうウクライナ本気で取りに行くわ。で長期的にはやっぱりウクライナが NATO になっちゃうと、もうロシア対抗できないんですよね。じゃあカザフスタンですとかも、俺ら NATO 入りてーとか言い出しちゃうと、ロシアどんどんきつくなっちゃうので、なのでそこに関しては結構本気なんじゃないかなと思うので、ウクライナが NATO に入りたい、なぜならロシアが怖いから。で、まあ、バルト三国のリトアニアとかエストニアとかラトビアとかっていう国もロシア怖いから NATO 入りたいっすみたいな感じなんですけど、もう入ってるかっていう感じなんですけど、ロシア怖いよねっていうのはあるんですけど、ただヨーロッパって今ロシアのガスがないと成立しないんですよね。そのドイツとかって今電気代がなんか2倍高になってるらしくて、そのなんかクリーンエネルギー政党が結構票を取っちゃったおかげで、原子力はドイツでは動かさないぜってなってるので、そのせいでガス発電めっちゃ増えてて、でそのガス発電のガスっていうのはもうパイプラインをロシアから引いてガス流してもらいますと。で最近もう一本新しいガスラインがちょうどできたばっかりなんですよね、パイプラインが。っていうのもあったりするので、なのでドイツとしてはロシアと揉めるとかってありえないんですよね。なのでいかに揉めないかっていうのはヨーロッパ側は考えるんですけど。